はい、おはようございます。北野の三枚おろしですね。三枚おろしでなければ五枚おろし、ひらめ五枚おろしということで、秋吉敏子さんという方がいらっしゃってですね、これ2018年の徹子の部屋の様子みたいですけれども、随分古い方みたいで、ビバップの頃ですかね。で、その、ある黒人のピアニストが気に入って、その、まあよく、ジャズ喫茶、一杯、コーヒー一杯60円のジャズ喫茶っていう話が、あるんですけれども、まあ私知らないですけどね、ネットカフェで、筋肉マンを読むとかね、漫画を読むとか、そういうことはあっても、ジャズ喫茶っていうのはね、ちょっと、あれですね、一杯60円だったらそうですけれども、そこでレコードが当時買えなかった。何年ぐらいですかね。50年代なのかな。で、まあ確かに僕の子供の頃もレコードレンタルっていうね、ビデオレンタルじゃなくてレコードレンタルするという店がありましたよね。だいたい1割ぐらいですか。3000円のレコードを300円ぐらいで貸しているというような、まあその時代が下ると、その CD レンタル屋さんとレンタル屋さんにね、くら替えしてたりした記憶がありますけどね。まあ同じようにパソコンのゲームソフトウェアをレンタルする、そういうパソコンショップも当時あったかな、80年代あったかなと思います。と、随分喋ってしまったのでこの辺で一回切りますね。